自撮り、自撮り撮影自撮り、はい、行きますね、行きます。ハイタイアハゴンあずさです。ハイタイ滝田真奈です。今女村に来ています。今日はですね、フォレストアドベンチャーに挑戦します。見てください、このこの安全装置しっかりとねつけています。こんにちは、よろしくお願いします。ルールと注意事項、安全装置つけました。結構重たい。かっこよくない？こんなのつけたことないよ、生まれて初めて。収録筋トレはすごい。筋肉が一番のファッション。名言名言出た。フォレストアドベンチャーというのはですね、この森の中を空中散歩するんですよ。めちゃくちゃ高いですし、ちょっと怖い怖い最初ですね、専用駐車場に降りて、そこからバスでここまで来ました。今日はね、2人でこの女村のフォレストアドベンチャーを楽しく体験したいと思います。大丈夫、サラサラかこうじゃなくて、そのまま下に下げる感じです。ここからもうちょっと。めっちゃ難しい。片方閉まってると片方開かないような仕組みになってるんですけど、意外とこう緊張して手に汗かいちゃうから滑るんですよ。難しい。難しいね、うん、でもできてたよ。できてました、うん、スイス行ってたもん。行きます。はい、入れる。意外とグラグラする。入れる入れます。入れる、はい。サンタさんの気分です。違うか。そんなこと言う余裕があるから、はい、大丈夫だよ。はい、よいしょ、登った。はい、めっちゃ高い。高い。はしごを掴んでいきます。ここ掴んじゃダメなんだよ。はい、大丈夫。うわっ、やばくないこれ。大丈夫ですか。うわー、カメラが、はい、手触れない。触れん触れん。行きます。すごい、砂渡り。はい、うわー、いい感じですよ。楽しかったです。左足から前がいいかな。すごい嬉しい。なんか生まれ変わった感じがする。せーの。ナイスです。どうでした？木のチップで柔らかいから。柔らかい、柔らかい。よかった、よかった。できまーす。はい。これ私ちょっと頑張ろう。しっかり入ってますね。これを自分の方向に向けて、うわ、何も考えずに、何も考えずに滑ったらどうでもない、どうってことないですか。ちゃんと大丈夫だよね、大丈夫だよね、大丈夫だよね。止まることってあるんですか。勢いとかつけなくても大丈夫ですか。マナさん、行きます。じゃあ行きます。
まずは第一コースクリアー、イエーイまだ1回しか滑ってないけれど、なんかちょっと成長した感じがするね。そうですね、もう自分との戦いで、うん、でも余裕まださだって手離してたもん。やっぱりこの開放的なコースをより開放的に羽ばたくように楽しめました。断面コースが3つあるってのはいいね。めっちゃ低く感じるなんか。はい、さすが。よし、じゃあ私次行きます。顔がちょっと余裕出てきたんじゃない。私が一番苦手なやつだ。ワイヤーがめんどくさいけど、安定感はこっちの方があるかもしれない。マトリックス。揺れるね。はい、わあ、すごい。どんな感じですか？怖い。なんか腹筋に力入れたら結構進みやすかったです。あ、なんかついた。大丈夫ですか？虫？虫なんか刺された。目の方。蜂です？なんか痛い。すっげえ痛い。やばいやばい。半分ぐらいまで来ました。でも結構これ本当に揺れるし、ワン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 ってなるから、ターザンのジップラインよりも全然過酷で、一番汗かきました。あと少しです。あと3分の1以下。目のとこなんかなってない？腫れてはいないです。赤くもなってない。本当？大丈夫？あ、よかったよかった。ボクシングやっててよかったじゃないと、いや日頃筋トレしてるからさ、どうにかできた部分はあったけど。できてないのか。いやー、怖かった。休憩中です。休憩中です。綱渡りは結構時間かかるから、自分の力で腹筋と、腹筋と腕とあと足の裏ね。あー、使いますね、使いますね。痛いんだよ。変わったトレーニングしてて、コーチに感謝だそうそう、スパルタだけどさあのスパルタがあったからできたよね。追い込んでると、よかったよかった。使いますね。すごい高いね。10メートルはありそうだね。あ、取れてる取れてる、はい、ではいざ自撮り。自撮り撮影。すごい自撮り。行きますよ。行きますね。行きます。できました。ちゃんと取れてました。あずささん。めっちゃ楽しかった。イエーイ、景色綺麗だった。めっちゃ綺麗だった。海も見えるし。そう、で本来はこっちなんですけど、今日は風の影響でこっちちょっとクローズしてるので、はい、こっちになります。はい、ここ景色もいいのでよかったら。なんか強くなった気分ですね。そう、なんかね、レベルアップした感じなの。あ、次高い。高い。しかもあれだ、登るとき、なんかロープのやつだね。はい、ありがとう。はい、さっきよりも高いですか？高いし、揺れる。森が深くて下まで見えないし、ワイヤーロープがこんなに斜めになってることないんですよ。だからもうジェットコースターの気分で行きたいと思います。では行きます。
高です。もうここ一番スピードあるよね。スピード半端ないですよ、ね、ロケットの気分でだいぶ慣れてきました。もう楽しめる余裕がちょっと出てきた ね。あ、次さ、アドベンチャーコースとキロあります。アドベンチャーコース行こうか、はい、アドベンチャーコース行きましょう。なん次なんだろう。え、すごい何なの。だいたい30分くらいのコースで、はしご登って渡って柱の向こう側にはしごがあるので、またそれ上登って一番上からネットに向かってターザン。はい、ターザンです。結構揺れます。揺れる、うん、はい、いってらっしゃい。レレレあ、どう、大きい、大きい、大きいです。めっちゃ安定感ある。ありますけど全然揺れないけど、幅が大きいんだ。下を見ると怖いと思う。はい、完了です。いけるかもしれない、ちょっと強気。いきます。リアルターザンかが試される戦い。これってどこ掴むんですか。ビニールみたいな。はい、え、これすごいかもしんない。低いところから始まるので、いきなりドーンって落ちると思います。3、2、1。やばい、やばい、これやばい、めっちゃ楽しい。揺れたの。汗が尋常じゃなくて滑るんですよ、うんうんうん、滑るんですよ。やめますか、うん、これ無理だわ。はい、降りよう、降りよう、これ無理、これは無理、私はちょっとごめん、無理です。はい、しょうがない。はい、行きます。やばい、これめっちゃゆらゆらする。長い間ね、滑らなかったらね、うんうん、元に戻っちゃう。でも最初が一回行ければまたすぐに感覚を戻せます。あずささんなら大丈夫。よし、手が少し危ないかもですね、前にあると。ロープ掴んだ方がや。やばい、引っ張ります。ちょっといいか、うんうん、はい、よし、怖かった。あ、怖かった。いや、すごい、ターザンできなかったね。すごい、あれはやばい、落差がやばいですよ。あ、すごいすごい、揺れてる。あ、でもこれ自分のバランスでいけそうとかって、イライラするけど。はい。わ、めっちゃ怖い。ここはなんとか平常心で行けました。めっちゃ嬉しい。ちょっと綺麗ね、綺麗ですね。めっちゃ揺れる。ウィンディーやばい。このコースやばいね。めっちゃ揺れるし、めっちゃ下見えますよこれ。上級者だ、上級者。
上陸。すごい。何が正解かわからないまま私も進んでいますけど。ほほ。めっちゃ天気がいい感じに。すごい。はい。到着いたしました。はい、さーいって。結構これはなんか難しそうに見えて、意外と体を斜めにすれば大丈夫かもしれない。いきます。風がこのタイミング。バツが。どんなですか。怖い。怖い。下が見えるからやっぱり。うん、そうそう。うんうん。よっしゃー、はあ、っ背筋鍛えといてよかった。なんかモナさんがやったら簡単なように見えるなんでだろう、不思議。めっちゃ難しいのに、こっちの方が揺れますだって多分。あ、そうだね、独立してるから、うん、こっち全部つながってるので。ラスト出てきましたよ。高いな。紐が引っかかる足に。時間ぐらいかかってる。誰もいない周り。空の色が変わってるもん。本当に本当に。さあ、達成感がある。今日はね、天候にも恵まれて、12月すごくねいいです。今ぐらいの、ね、ちょっと涼しい風が吹いてるぐらいが、うん、心地よかったです。人生で一回は体験してみるといいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平でビタン、またやーたい。またやーたい。